こんにちは、イラストレーターの後藤優香です。今日も私のお気に入りの絵本を一冊紹介したいと思います。今日はですね、ちょっと番外編というか、私が海外旅行で買ってきた絵本を紹介したいと思います。それがこちらの縦長の絵本なんですけど、これ調べてみたんですけど、なんとなく情報があやふやでして、多分このバーバブブックスさんというところが出しているこのマルカさんという歌手の方の、おそらくですけど歌詞が書いてあるじゃないかというふうに、ところまでなんとなく分かりました。でこれですね、この縦長のこの絵本の形に惹かれてまずは手に取ったんですけど、中を開いたら本当に色が綺麗で鮮やかで、なんかこうシルクスクリーンみたいな印刷をされてるんですけど、この動画でなんとなく質感が伝われば嬉しいんですけど、紙もすごくレトロな、ちょっとこうクラフト紙っぽい紙を使っていて、すっごくその紙の上に乗った発色が綺麗なので、旅行先でわーっと驚いた覚えがあります。でこれはですね、今年ドイツにちょっとお仕事で行かせていただいた際にチェコにも行って、でその時に見つけた、本屋さんで見つけた一冊なんですけど、チェコの本屋さんですごくたくさん絵本がある中で、とてもこれはこの形もあって目立っていて、で一瞬でこの中身を開いた途端に、あ、もうこれが欲しいっていう風に思ったんですけど、このきっとなんとなく、まあ、英語じゃないのでちょっとしっかり読めないんですけど、ちょっとラララとかそういう表現があるので、おそらくきっとこの歌詞が描かれてて、その歌詞のイメージに合ったビジュアルがきっとこう見開きでプリントされてるんじゃないかなというふうに思います。でさっきも言ったんですけど、このちょっとレトロな雰囲気とかザラッとした質感とかが私はすっごく好きで、もうなんかこういう紫の地平線の上にちょっと出るピンク色とか、すごくおしゃれなんだけど、こう乙女心をつかまれるこう素朴さというか、すごく懐かしくなるような感覚があって、私は思わずこれを見た時にもう欲しい欲しいっていう風に息を飲んだ覚えがあります。で私が今回なぜその旅先での絵本を紹介したかというと、よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。イラストレーターの後藤優香でした。ありがとうございました。